皆さんこんにちは瀬尾です瀬尾順のレッツ話をお送りします2007シーズンの5回目になります、えー、今日は浦和レッツが初めて出場した ACL の話ですレッツはグループステージでインドネシアのペルシク・ケデリオーストラリアのシドニー FC 中国の上海ンハシンファと同じ組になりましたホームアンダーウェイで6試合を戦うんですけども 4つのうち1位しか次のノックアウトステージに出られないと聞いて驚きました普通まあ4チームリーグだと2チーム上がりだと思うんですよね ACL の初戦は J リーグ開幕戦から4日後の3月7日水曜日埼玉スタジアムで19時半から行われました ACL の規定でそのシーズンのホームゲームは特別な理由がない限りずっと同じスタジアムで行わなければならず レッズは前年水曜日のリーグ戦を初めて再スタで開催して、えー、その結果19時半キックオフなら駒場に比べて多少来るのに時間がかかる再スタでも多くの人がキックオフまでに来場できそうだということが分かりましたこの試合の入場者は3万1,303人、まあ、日本での知名度が決して高くないアジアのチーム相手に 水曜日のリーグ戦とほぼ変わらない人数が来場するのはレッズのサポーターの ACL に対する関心度の高さそして重要視していることを示すものだと思いました、まあ、それまで日本国内で行われた ACL グループステージの入場者記録を更新したと思うんですね、まあ、だって3万人もオるイスタジアムでやってなかったんですからさて試合ですけどレッズの先発は J リーグ開幕戦横浜 FC 戦と同じメンバーでした開始から守備を固めてきた相手に対して12分にこんなキックから山田信久選手が先制点を上げますその後もケディリーからの効果的な反撃はなくてずっと主導権を握って試合を進めるんですが追加点がなかなか入らず逆にストレスが溜まるようなそんな展開だったんですけど。 前半終了間際に、えー、ポンテ選手のパスから永井雄一郎選手が2点目を決めて折り返します2対0となって後半やや緩みが出たのかレッツにミスも目立つようになり、まあ、このままだと、ね、勝っても後味が悪いなという雰囲気になったんですけど75分に小野真嗣選手が見事なシュートを決めて3対0で勝利しますでもまあ相手のシュートが一本 でレッツのシュートは26本で3点という、まあ、やや消化不良の試合でしたアジアの大会初戦は、まあ、失礼な言い方ですけど天皇杯の初戦のような感じで、まあ、正直こんなもんなのという印象が残りましたこの時はね、えー、ペルシク・ケディの知名度が高くないって言いましたけど私自身正直全く知らなかったんです あのシドニー FC も上海シンファもクラブを知ってるわけではなかったんですけどシドニーとね上海有名ですからそういうクラブがあるんだろうなと思いますでもジャカルタ FC とかねあるかどうか分かんないんですけど FC バリとかそういうクラブならともかくペルシク・ケディリってどこがその都市名なのかも分かんないですどこにあるのかそれでこの日の待ち亭プログラムのビジター紹介のページを 国際派スポーツジャーナリストの木野原久美さんに書いていただきましたそれから自分でも勉強しようと埼玉大学に来ているインドネシア留学生に話を聞いてインドネシアのことをペルシク・ケディリットのアウェー戦がある二十日ぐらい前のマチテプログラムに載せたんですねそしてグループステージ第二戦はアウェーでシドニー FC 戦です 今でこそ慣れたんですけどオーストラリアサッカー連盟が2006年に AFC に加盟したんですよだからアジアの一員になったんですよ前の年だからレッツのアジアっていうのは初めてのアウェーがオーストラリアかよっていう違和感はね当時若干ありましたただこの開催日、えー、第2戦のアウェー戦ですねシドニー FC 戦が3月21日だったことがレッズにとって幸いだったと思います 水曜日なんですけど春分の日の祝日なんで応援に行きやすすくなったと思うんですよね飛行機で11時間ぐらいかかるんですけど翌日の木曜日だけ仕事を休めば十分行けますし前の日もも休めば市内観光もできます、まあ、それから英語ならね中国語とかインドネシア語よりある程度分かりでしょうし食事もまあまり抵抗がなさそうですよね。 フライト時間の問題を除けばある意味で ACL 初アウェイの場所がシドニーだったことはレッツサポーターにとってよかったんではないかと思っています。ACL アウェイの難易度から言えば初級と言えるかもしれません。シドニー f c 戦に応援に行ったレッツサポーターの数は1,200人とも1,500人とも言われています。 あのツアーはいろいろあってそういうのは人数把握できるんですけど個人でも普通に行けますしチケットもスタジアムで買えますからクラブで把握できない、えー、来場者がたくさんあったと思いますねだ当日の人数で把握するしかないんですけどゴール裏だけに皆さんいるわけではなかったので、えー、推定ということになります、えー、試合日開門前に本当に多くのサポーターが 王子スタジアムという名前なんですけどここに集まりまりした試合開始は20時で開門が2時間前の18時入場前は、まあ、待機列とかなくてですね本当にあに門の前の周回状態だったんですけど、まあ、入場してからはあの、まあ、自然と順番にスタジアムに入っていきましたこれあちこちで何度も行ってるんですけどスタジアムのエントランスに 赤い人たちが次々と吸い込まれていくそんな感じなんですねその様子を見て中世の戦で敵の城に攻め入っていく兵隊兵士ってこんな感じなのかなと思いましたすごく感動しました、まあ、戦ならね、こんなに兵士が城に入っていくこと自体も勝利なんですけどサッカーの戦いはここから始まるわけですね初めてのスタジアムですよ皆さん多分 でレッツサポーターがまあ弾幕フラッグを張りいつもの情景ができていくというのもそれもまた見ていて感動しましたただ試合は開始2分いきなり失点しますもう普通にゴール前にパスを通されて決められましたでさらにまあ相手の勢いに押されたのが23分に PK を与えてしまいこれを決められて前半早い時間に0対2となりましたまあケデリ戦の反対ですよね まあそれより悪いか、えー、そういう展開でした誰だよ ACL ってちょろいんじゃねえかとか思ったのはと、えー、思いましたけど僕ですね反省しましたしかし30分、えー、山田選手のパスからポンテ選手がゴールして1点差に迫るとその後方面賞を変えますスタート3五5 2だったんですけどディフェンダーを右から山田坪井圭介田中マルクス・トゥーリオ阿部勇樹で 途中出場の長谷部誠選手が左サイドハーフに入って、えー、小野選手がセンターハーフ啓太選手が右サイドハーフで前線はワシントン選手が真ん中でポンテ選手と永井選手が左右に分かれる4 3 3の布陣にしますと後半はレッズのペースになったと思いますで54分長谷部選手が、まあ、こぼれ球をスライディングでポンテ選手に送り ポンテ選手が右からクロスでこれをねゴーーールキーパー相手のゴールキーパーが長井選手が同点ゴールを挙げましたでその後もレッズペースでシドニーのロングボールとかそれから高さにものを言わせるセットプレー、まあ、これがちょっと怖かったんですけどこれにもしっかり対応しました勝ち越し点は取れなかったんですけど初めてのアウェーでアジアのアウェーで。 0対2から追いつけけました2対2引き分けですでそして ACL では、まあ、当然手は当然なんですけど判定も J リングと同じ基準ではないということを身をもって知りました。23分に PK 取られたんですけどあの相手が坪井選手の手にぶつかって倒れたっていう感じで、えー、坪井選手は「もうあれが PK になるのは笑うしかないけどそれはそれで貴重な経験になった」と語っていました。 a c l 2試合目にしてアウェイゲームの難しさを身をもって知れた簡単ではないんだなということが分かったのはプラスだったと思います。また次回